戦で j リーグだバスケットボール一部 B リーグ B1 千葉 J が27日渡辺裕太29の入団会見を都内で開催した。米 NBA で日本人最長の6シーズンにわたってプレーした渡辺の加入でチームはもちろんリーグ全体の波及効果に期待が沸騰。 サッカーの J リーグに匹敵する事業規模へと成長する起爆剤になるかもしれない。写真、渡辺裕太の妻、久慈秋子。渡辺は NBA の昨季終了後に国内でプレーする意思を表明し、20クラブ以上による大争奪戦の末に、千葉 J 加入が7月に発表された。NBA ではサンズやネッツなどの名門でプレー。 日本代表として昨夏の W 杯でエースとして活躍し、今回のパリ五輪でも八村塁、レイカーズと共にチームの大黒柱として存在感を発揮した。会見で渡辺は、いろんなチームと話をさせていただいている中で、どこよりも千葉ジェッツが僕に対しての熱量をくださった。NBA で自分が経験してきたことや、 日本代表として世界と戦ってきたことをチームメイトやリーグ全体に還元できるようにしたいと意気込んだ。日本バスケットボール界の、司法、が30歳を前にした前世紀に日本でプレーする意義は大きい。千葉 J の田村誠也社長は渡辺加入のコート外での効果をこう説明する。ありがたいことに、ファンクラブの会員数は昨期と比べてもかなり増えている。 先日発売したユニフォームも、昨季より倍近い数の売り上げになっている。かなり経済効果は感じていると力説。チームだけでなく B リーグ全体への影響にも触れ、クラブの集客、ひいては B リーグ全体の人気の向上に、一翼を担っていただけると期待していると強調した。渡辺の B リーグ入りは爆発的な収益アップをもたらす可能性がある。 大手広告代理店関係者は、B リーグは J リーグを意識した運営を行っているが、若いファン層ではすでにサッカーを上回っているデータもあり、今後の大幅な成長が見込める。将来的に J リーグの事業規模に追いつくことも十分あり得るし、渡辺選手の存在はターニングポイントになるのではと指摘する。B リーグは2022年度の決算で、 創設7年目にして売上高が約415億円と急成長。J リーグの23年度の約1517億円にはまだ及ばないが、前例比の伸び率では20%以上も上回っている。千葉 J も22年度の売上高では、約25億円と J1 クラブ並みに飛躍。J クラブ関係者も、 今の J リーグには渡辺選手のようなインパクトのあるスターがいない。正直羨ましいと B リーグの脅威を実感しており、昨今のバスケットボール人気を追い風にして、渡辺の存在が J リーグ声えへの起爆剤として注目される。渡辺自身も最終的には日本のバスケ発展につながっていけばと B リーグ全体への貢献に意欲十分。持ち前の熱いプレーで、 日本にバスケフィーバーを巻き起こせるか。